ミッシュリーヌ・オステルメイヤーはフランスの陸上競技選手、ピアニスト。フランスドカレー県ラングデュフリエールで生まれ、チュニジアで育つ。チュニジアではピアノを学び、その後音楽学校へ通うためにフランスへ。そこで第二次世界大戦に巻き込まれる。戦争後にチュニジアに戻り、そこでバスケットボールに出会う。スポーツの面白さに見せられた彼女は、 音楽を続けながら、陸上競技も始めるようになり、フランスでの競技会で優勝するようになる。そんな彼女の名を一躍世界中に広めたのが1948年に開催されたロンドンオリンピックである。彼女は、砲丸投げ、円盤投げの金メダルと、壮高跳びの銅メダルの3つのメダルを獲得する。この記録は、同大会では4つの金メダルを獲得した20世紀を、 代表する女性アスリートフランシナ・ブランカ君に次ぐ記録である。1950年にスポーツから引退した後は、フランスのセーヌ・マリティーム県に移り住み、音楽を追求し続けた。ありがとうございます。